仕事の後の。戻ったよ、お嬢様。お帰りなさい。思ったより早かったのね。トラブルには巻き込まれずに済んだみたいね。どうだったの？真相は突き止めた？実はまだ調査中でね。ちょっとおかしなことに出くわしたんだ。なるほど。つまり手がかりはまたスメールシティに戻ったということ？うん、だいたいそんな感じだ。みんなちょっと気が沈んでる？やっぱりあまり良くない方向に行っちゃったの？それなら私にも聞かせてちょうだい。もしかしたら前向きな考えを分かち合えるかもしれないわ。いや、お嬢様、私は自分のことで悩んでるんじゃなくて、その、なんて言えばいいか。やっぱり何かおかしいわ。さっきからあなたたち二人も口をきかないし、いつものパイモンなら元気そうに私に手を振って「おーいドニアザード!」って呼んでくれるのに。やっぱり何かあったのね。それはお嬢様、これからの話、ちょっと心の準備が必要です。お父様のこと？わかった、ちゃんと聞くから。私のことは心配しないで。お父様は物資をアフマルのヒゲに送っていたの？うん、私たちも全然わからないんだ。旦那様の人柄を疑ったことは一度もない。だからよりわからなくなる。なんで旦那様は悪い奴らに手を貸したのかって。もしかしたら旦那様はたまたま取引に関わっていただけで、裏で何が起こってるのかを全然知らないのかもしれない。ええ、私もそう思うわ。え、お前も？こんなことを教えてくれてありがとう。あなたたちは隠さず全てを話してくれたんだから、私も今まで抱いていた疑問をあなたたちに話すべきね。お父様が私にボディーガードをつけたのは、私が勝手に外に出ないように見張るためだと思っていたわ。でもシティにいる30人団にはふさわしい候補者がたくさんいるはずなのに、どうしてお父様はあえてディシアにしたのかしら。それは前に風魔池が護衛を必要としてるからって私たち至高の領中に連絡してきたんだ。その後旦那様は私の腕が印象に残ったとおっしゃって、どうしても私をボディーガードにしたいと頼み込まれて、報酬もとても魅力的だったし、それで引き受けたんだ。それならまた同じ質問になるわね。どうしてお父様は至高の領中に連絡したの？30人団の人手が足りなかったか、あるいは知り合いに紹介されたか、今まで詳しく考えたことはなかったが。分かった、もしかして全部偶然じゃないって言いたいのか？その通りよ。全て筋が通っているように見えるけれど、よく考えてみると不自然なところがたくさんあるの。でももしお父様がずっとアフマルのヒゲと何らかの接触を保っていたなら、リシアがうちに来たのも偶然ではないはずよ。あ、ま
が、イシアをボディーガードとして雇うことの方が目的なのか？いやいや、それは考えすぎだろ。親父とはもう長いこと連絡なんか取ってないんだ。私が何をしようが親父とは関係ない。でもあなたのお父様が一方的に何かをした可能性は否定できないでしょ。うん、どうやら旦那様が何も知らない被害者である可能性はあんまりないみたいだな。ごめん、お前まで巻き込んじゃったな。謝ることはないわ、アイモン。むしろあなたたちに感謝したいの。理由はどうであれ、もしお父様が本当に悪者を援助しているのなら、私はなるべく早くお父様を正気に戻すべきだもの。こんなこと本当にいいのか。親父は数々の悪行を働いてきたし、罪を問われても当然だ。私はちっとも同情なんかしない。たとえ親不孝者だって言われてもです。でも風間家の人たちはすごく待遇のいい仕事を与えてくれて、私のことをよく気にかけてくれています。なのにこの件の結果は風間家全体を巻き込むことになるかもしれない。もしそうだったら、私は恩をあだで返すようなことをしているんじゃ。リシア。大丈夫よ、リシア。私があなたにそうさせたと言えばいい。やめてください、お嬢様。私は責任を取ることを恐れてるんじゃない。それに、今一番苦しいのはお嬢様の方なのに。リシア、お前自身なんだぞ。真実にたどり着くまではどれだけ考えても意味がないんだ。確かにそうだな。ありがとう。そうだよな、信頼はどんな時でも大切なんだ。じゃあお嬢様、旦那様に来ていただいてお話をしてもいいですか？ええ、筋の通った説明をしてくれることを願っているわ。じゃあいつもの場所で会いましょう。いつもの場所？おう、分かったぞ。ご足労ありがとうございます、旦那様。紹介します。こちらは旅人、隣にいるのは彼のガイドでパイモンです。以前うちの娘と共に経験したことについて少しだけ耳にしてるよ。今日お二人に会うことができて本当に光栄だ。では手短に話そうか。重要なことというのは？まずこちらの取引リストをご覧いただけますか？ちょっと気になることがあって。やはりこのことか。どうやら隠そうにも隠せないみたいだな。旦那様、ご説明いただけますか？これはとても複雑な話だ。私自身、自分のやり方が正しかったかどうかわからない。しかし確実に言えるのは、
ディシア、この話を君が聞いてもいいことは何一つないということだ。それどころか君は傷つくことになるかもしれない。私が？そう、君たちが私に会おうとした理由はよく理解できる。君たちの見せた正義感にも私は感動してるんだ。だが知識は決してあればあるほどいいというものではない。真実は隠されていた方が幸福ということもあるのだからね。私も君の父親のクセラもそう望んでいるんだ。君には真実を知る権利があるが、私は君に警告しなければならない。この真実は、君がこれまでの人生で積み上げてきた全てを風に吹き飛ばされる黄砂に変えてしまうかもしれない。そしてクセラの注いできた心血も、君が真実を求めれば水の泡になってしまう。あいつの心血？私にはよくわかりません、旦那様。私はここまで歩いてくるのに、あいつの世話になったことなんか一度もありません。私には私なりの信念や善悪の価値観があって、大切に思ってる人と物がある。全部あいつには関係ありません。それに私は旦那様を助けに来たんです。この件に関しては一歩も引かないし、揺るがされはしません。わかった。じゃあ、ある物語を聞いてもらおう。ドニアザードが生まれて間もなく、私たち一家はある用事で砂漠に行くことになった。だが、道中で強盗に遭ったんだ。相手は数が多く、私たちのボディーガードも劣勢で体型を崩した。その時だった。通りすがりのエルマイト旅団が私たちを助けてくれたんだ。それがアフマルのヒゲ、クセラが率いた旅団だった。私たちを襲ったのもエルマイト旅団の連中だと彼らは教えてくれた。とても驚いたよ。どうして彼らは自分の仲間に手を出してまで私たちを助けたのかってね。クセラは笑って私たちのそばに来ると、まだ赤ん坊だったドニアザードをからかった。ドニアザードは怖がって泣きそうになっていたな。そんなことがあったの？助けた理由は特になく、ただ自分の子供もドニアザードと同じくらいの年だからと彼は言った。それから私たちは子供の話をしたよ。彼は心の優しい父親だと感じた。その恩に報いるために彼の旅団をしばらくの間うちの手伝いとして雇って、手厚い報酬を支払ったんだ。まさかそんなことがあったなんて。再び会ったのはそれから何年も後のことだった。その日、誰かがドアを叩いてね。ドアを開けても最初は全然誰だかわからなかった。健康でたくましかった彼は憔悴して弱々しくなり、歩く時には杖をつかねばならないほどになっていたんだ。そんな、私が出て行った時親父はまだ元気だったのに。私にも何がなんだか、ただ唯一彼の朗らかな表情だけは変わっていなかった。心配することはない、ただ殴られただけだと彼は言った。そして彼は突然こう尋ねてきた。ドニアザードはもう大きくなっただろうから、ボディーガードが必要じゃないかとね。当時ドニアザードのマリン病はどんどんひどくなっていたし、出かける機会もほとんどなかった。もちろんボディーガードなどは必要ない。そしたら彼は、俺は必要だと思うとか、いずれ使えるようになるなんて言い始めたんだ。彼の言っていることの意味は全くわからなかった。彼が至高の猟銃のリシアという傭兵を進めてくるまでは。
そいつが進めてきたのか？そうだ。彼は意図を遠回しに伝えてきた。神王のレリクスにいるのはみんな極悪非道の悪者で、そこにいれば遅かれ早かれ悪事を働くようになる。自分はもう救いようがないけれど、せめて娘は己の思う通りに行動できない傭兵の世界から離れてくれるように。そう、もしディシアがうちでボディーガードを務め続ければ、砂漠を離れて一般人になっていくことができる。だからお父様はあんなに高い報酬を提示したの？そういうわけでもないさ。彼に託された時から、私はディシアを自分の娘として見ているからね。だから君が出ていくと言った時は、どうしても引き止めたかった。そのためならいくら出してもいいほどに。クセラは砂漠で私とドニアザードを救ってくれたんだ。だから彼の娘を託された今、私がそれを拒むわけにはいかない。あいつ、いつもそうだ。気候ぶって独りよがりだ。クセラはディシアを雇う費用の一部を出すと言った。私は受け取らないことにしていたが、それでも彼はしょっちゅうモラを送ってきていた。それも彼の一つの思いだと思って私は受け取った。すると数年前、彼からの手紙が再び届いたんだ。それは食料、武器、薬、さらに爆薬の原材料を買うのを手伝ってほしいという内容だった。あ、それってアフマルのヒゲが騒ぎを起こし始めた頃じゃないか。その通りだ。よくない噂を思い浮かべて私も警戒し始めたよ。彼と直接会って話がしたかった。だが当時の彼はもう私と会おうとはしてくれなかった。きっとディシアを巻き込みたくなかったんだろうね。それについては私も考えたよ。彼は追い詰められてもう他に手がないから私に助けを求めに来たんだと判断した。だからいろいろと考えた末に食料と薬を提供したが、危険なものは全て断った。この程度の援助でも間接的に他の誰かを傷つけることになってしまうかもしれないということは分かっている。でもかつての恩人に背を向けることはできなかった。やっぱりそれは間違っていたんだろう。私はいくつかのことから目を背けて自分にとって一番楽なやり方を取っただけだ。あいつの居場所を教えてください、旦那様。もし本気であいつが私を巻き込みたくないと思っているのなら、今してることは全部全く筋が通ってません。私と関係を切りたいなら、初めから軽々しく私をこの世界に連れてくるなよ。なあディシア、悲しむなよ。私は怒ってるだけだ。あいつのしてることが全く理解できない。別の解釈？わからない。あいつは幼稚で乱暴で、あいつの考えてることなんか私には。でもあんたの言うことにも確かに一理ある。真実はまだ完全に明らかにされたわけじゃないし、ここ数年あいつが何をしてたのか、何を考えていたのか。協力するよ。君たち親子の間に残されている問題は、当人同士が直に会って解決しないといけない。だが私も彼がどこにいるのかわからない。物資を提供するだけで深入りはしたくなかったんだ。リストにはジャワードという人の名が載っている。彼は30人団にいて、昔は砂漠の傭兵をしていたそうだ。彼は武器を提供していたからキャラバンと接触もしている。きっとクセラたちの行方を知ってるはずだ。夜、一人で酒場の外に座って夜風を浴びながら飲むのが好きだと聞いたよ。
行ってみるといい。わかりました。ありがとうございます、旦那様。お父様のことは私に任せて。正直今はまだ頭の中がぐちゃぐちゃで落ち着かないの。お父様は確かに悪いことをしたわ。でもこのことについては正しいやり方はなかったと思う。全ての真実を30人団に話して彼らに判断してもらうしかないわ。ああ、どんな結果になろうとも私は受け入れるよ。過ちを認める時が来たんだからね。あれ、君たちは？公の組織が武器を砂漠のならず者たちに密輸するとは、いい度胸してんじゃねえか。しー、声が大きい。一体どうやって知ったんだ？ついてきてくれ。場所を変えてちゃんと話し合おうな。ここなら大丈夫そうだ。さて、君たちは一体なんでそれを知ってる？それは気にしなくていい。あんた、この件が上に報告されたらどんな罰が待ってるか分かってるんだろうな。そこまでする必要はないだろう。ほら、今君たちとこうして話し合うつもりじゃないか。本当に村だけのためだったのか？確かにあの時は懐が寂しかったんだ。それに昔はクセラに結構世話になったし、そういう状況で僕にこんな取引を断る理由もないだろう。彼の役に立てて金儲けもできて。あんたに一つ正しい道を示してやろう。今私たちはアフマルのヒゲを調査してる最中で、奴らの行動を阻止するつもりだ。もし私たちに力を貸してくれるなら、きっとその後に下るあんたへの処罰もそれなりに軽くなると思うぜ。他に解決法はないのか？今回は結構モラが入ったからいくらか。ダメだ。私の辛抱強さにも限界があるんだ。傭兵が金目当てで来たかどうかなんてあんたには一目でわかるだろうが。わかった、わかったよ。まったく。じゃあその時が来たら絶対僕のために証言してくれよな。彼らはしょっちゅうキャンプの場所を変えてるんだ。前回僕が荷物を届けた時は砂漠のこの辺りにいたよ。行ってみるといい。ただ先に言っとくけど、彼らがいなくなってたとしても僕のせいじゃないからな。いいぜ、あんたのための証言もなしになるけどな。おい、そんな。それで、あんたが嘘をつかなかったって保証はどこにあるんだ？わかってるよな、あんたに私と交渉する資格なんてないって。はいはい、わかったよ。とりあえず行ってみてくれ。もしいなくなってたら僕の方でまた何とかするよ。わかればいいんだ。行こうか。あんたはおとなしくシティで待ってな。後で30人団の奴らにあんたを捕まえさせるなんてことさせてくれるなよ。
うやら私たちはついてるみたいだな。あのキャンプだ。行こう。全部はっきり聞き出すんだ。クセラを出せ。私に合わせろ。リシア、なんでお前が。やるか。雨描きがたし、歌よ錦とな。やっ、バカなことはもう十分だろ。お前も俺たちを止めに来たんだ。この件はお前に関係ない。やっ、行くぞ、テア。わかるかい？雨描きがたし。はっ。はっはっ。手加減なしだぜ。ふっ、よっ。せい。よっ。強い。こうやって喧嘩しても拉致が開かないだろう。みんな知り合いなんだ。収拾がつかなくなるような事態にしたいわけじゃない。早くクセラに会わせろ。もうコソコソすんじゃねえ。私の言ってることがわからないのか？それともまだ戦い足りないのか？まあまあ、そこまでだ。どっちも落ち着け。リシア、団長はもうお前に会えない。団長はとっくに死んだ。なんだって？お前は全くこっちのことなど気にかけてなかったらしいな。ま、それが団長の生前の願いでもあったが。それはいつの話だ？一体何が起こったんだ？何年か前、クセラ団長は一人で神王のレリクスの本部へ行った。その上、アフマルのヒゲも解散させたんだ。それってまさか、お前たちが騒ぎを起こし始めた頃か？騒ぎ？俺たちはそれを復讐と呼びたいがな。神王のレリクスの奴らには絶対にその血肉を持ってあがなってもらう。一人残らずだ。俺が初めから話そう。リシア、神王のレリクスの頭がどうやって内部の秩序を維持してるかは知ってるか？圧倒的な武力と、それから有無を言わせない威厳。ああ、確かにそれもそうだ。ただそれだけじゃ足りなかった。奴らにはもう一つ武器がある。前科って名のな。神王のレリクスの人間は、自分から入ったにせよ、無理やり忠誠を誓わされたにせよ、必ず一回は記録を残さなければならなかった。汚れた、非道で、許されることのない罪の記録。これは忠誠の象徴であり、脅迫する時の手札でもあった。ああ、そうだ。俺も、バシャールも、ティクリッティも、お前が成長していくのを一緒に見ていた奴らも、後になって俺たちの仲間になった奴らも、全員。だが、ディシア、お前はそんなことを要求されたことは一度もない。だろう？私は、そんな要求があったことなんか、全然知らなかった。神王のレリクスにいる身でこれを知らなかった人間は、おそらくお前一人だろうよ。お前が生まれた時から団長はずっとお前をかばって、この組織の最も闇の深いルールに触れさせなかった。それだけじゃない。団長は俺ら全員に悪事を禁止したんだ。本部が定期的に上納しろっていうモラも自分が何とかするって。けど所詮は普通の人間だ。何の方法があるって言うんだ。金は足りないし、
記録の提出も間に合わない。団長は何度も本部に行って情けをこい、理由を探しては殴られてた。俺たちはみんな知ってたさ。団長がそんなことをするのは全部お前のためだったな。団長は何としてもお前をここから送り出したかったんだ。つまりそいつが傷だらけになって杖までつくようになったのって全部それのせいなのか？いや、それだと話が通らないぜ。私は何も知らなかったんだ。それにあいつが殴られて怪我してるところなんて見たことがない。殴られての怪我か、戦闘で受けた怪我かなんて、当時あんなに小さかったお前に区別がついたか？お前が団長と喧嘩して意地になって家を出てった後、団長あの一晩で十何歳も老けちまって白髪まで生えてきたんだ。つまり思考の領収も。ああ、団長が手配した。そうでもなきゃお前は砂漠から出る前に干からびてしまうとこだっただろう。何年か前、団長の体はもうだいぶ弱ってたのさ。本部に行くって言ってたが、俺たちはまた殴られに行くんだと思った。だから俺はいっそのこと団長を俺に譲れって言ったよ。けど団長は必要ない、アフマルのヒゲはもうすぐ解散できるって。あの時団長の言ったことの意味はよくわからなかったが、夜になって本部で大きな火事が起きたって聞いた。記録もきれいさっぱり焼かれたってな。あの晩みんなが自由を手にした。俺たちの団だけじゃない、迫害に遭ってた傭兵たちもたくさん逃げた。けど俺たちみたいに裏で何が起こったのかを知ってる人間はのんきに離れられるわけがないだろ。ああ、団長の犠牲を無駄にするわけにはいかない。本部のクソ野郎たちが団長の命を奪ったんだ。あれからアフマルのヒゲは復讐組織となった。団長が火をかけたことによって本部は大きな痛手を負った。それで攻撃を仕掛けるチャンスができた。たとえ力の差が大きくても俺たちは絶対に復讐の願いを最後まで貫き通す。本部の人間には身分や名前を変えて他の傭兵団やウリンの方へ隠れた奴もいた。だが俺たちは誰一人見逃さない。これは奴らが払うべき代償だ。俺たちの方も結構な痛手を負ったからな。それで大量の食料と武器、薬の支援が必要だったんだ。だから戦闘後はかき集められるものだけかき集めてモラに変えて物資を交換するしかなかったのさ。団長の生前の人脈を利用しようと筆跡を偽造して大量に手紙を出した。幸い結構手伝ってくれるやつがいて、同じ志を持つ傭兵も多く加担した。俺たちは歯を食いしばりながら一回また一回と無謀な戦いに勝ってきた。神王のレリクスは少しずつ弱体化していった。今はやっと奴らの本部に攻撃を仕掛けられるチャンスってわけだ。そんな、おいらもうどうすればいいかわからないぞ。そんな理屈はわかってんだよ。だが俺たちは元より罪深い人間だ。団長が奪ってきた自由なんてものを持つ資格はない。団長は古臭い英雄物語が大好きだったんだぜ。自分を犠牲にして世界を救うとかな。そんな団長を俺たちはいつも笑ってた。でもな、団長は最後には本当にそれをやってのけたんだ。
俺は英雄を気取ってるわけじゃない。俺たちの命はみんな半端なく汚れてんだ。そんな資格なんざない。けどな、物語ってのはそういうもんだろ。主人公の思想が救われた者の心を動かし、一人また一人と身を挺するようになる。俺たちは多分、笑い物にしてるとき、笑ってるときに入り込んじまったんだ。この物語をどう演じ終えるかを考えて。すまんすまん、リシアはガキの頃からこういうのが恥ずかしかったんだよな。今のはなかったことにしてくれ。私も一緒に行く。え、リシア、お前そいつらを助けるのか。こいつらは私の成長を見守ってきた奴らだ。みんな悪い奴じゃないってのは知ってるけど、ことがこうなってしまった以上、善悪はもう判断しがたい。それでも私には分かるんだ。神王のレリクスは必ず潰さないといけないってな。それに親父がまだそこにいるかどうか確かめに行きたいんだ。あんたらはこの件に関わりたくないだろ。ここまでにしよう。私一人で大丈夫だ。そうだぞ、オイラも最後まで見届けないと。絶対いろんなことが心残りになるって感じがするもんな。ありがとな。おかげでますます戦力が増えたよ。クセラ団長も最後の最後でお前が関わってきたなんて知ったら怒って地団駄を踏むだろうな。けど俺たちの今の消耗具合を考えると、お前のような心強い援軍を断れないな。あいつの考えはどうだっていいんだ。ただ少なくともあいつに借りを作ったままなんてごめんなんだよ。